若宮八幡神社は、広島県三好市東日市に鎮座する神社。旧正鏡山八幡神社、若宮山と通称される旧村社。三次盆地の南縁から北に張り出した丘陵の突端部に鎮座する。境内は桜の名所として知られ、若宮公園が隣接する。本田分家の僧の主催神に、沖永たらし姫の僧。 中津姫命、竹内宿根大臣、垂らし中津彦孫、玉寄姫村、宿並子名の神、須佐能の村、中富の時は大連行愛、殿神として祭り、なぎの村、茨なみの村、高たちじ姫命、この花くや姫命、大山積命、かすぐると、地命を合祀する。現代では特に正月から1月末や周期、大祭式礼祭が行われる。 10月の霊祭に御しによる信仰が行われる。御し音期による渡御で、当初は9月9日に発予して、各年で三次町5日市の大祭神社と、下、術岩上弁祭天社を、お旅所として中古しし、15日に完了していたが、法暦7年からは、旧鎮座地である、救山への渡御が行われるようになり、完成7年からは9月14日に、 大祭神社で一泊、翌15日に、救い山へ渡御した後に歓理をする形となった。近世には御子に神霊を移す役である大長役は、上述した寺との農家の当主が務める習いで、一説に、工事三年の農家に投入した、孤児同様、王子道中で、御子が四期ともに動かなくなったこともあったという。本殿は片三軒の入りもや作り平来り、 正面に、千鳥派フを、飾り剣、東派フの後輩をつける。阿波や高信の菩提寺である、阿波や長城村の宝雲山達置寺の後に、彼の墓がある。三十四畑敷町の岩屋寺展望台には、彼の慰霊碑がある。五福島神社は東下市中に鎮座する、境外所管者。広市永年中に、貧乏では庭村万福寺がべざいてんとして、 現在の友江橋のたもとに一転してきたものである。市木島姫の命を祭人とするが、元は、弁祭典を祀る寺で、岩上弁祭典と呼ばれていた。秋、岩見出雲の商人により、神殿を造営され、朝の長春により、神殿の拡張を行われている。秋国をはじめ出雲国からも参拝者が絶えず陰心を、極め、5月以後の日を死入祭。 7月以後の日を水運祭として商売繁盛等を祈願する大祭りが行われていた。明治初期の神仏分離により神社となったが、その後も弁天山と通称されて親しまれている。現在の神殿は文化8年に再建され、昭和47年の洪水により、同50年に現在地に潜座している。境内に恵比寿神社が鎮座し、 11月19、20両日には、恵比寿神社祭が採用される。ありがとうございます。